渋谷に向かう途中の新幹線、そこにヴィランが突っ込んできやがった。俺はそいつを連れて一旦その場を離脱した。飛び出した先の街中で見たのは、同じように気色悪い姿をしたヴィランどもが暴れる姿だった。一般市民に手を伸ばすヴィラン、まずい、間に合うか。そう思った矢先、やつの全身を炎が覆った。驚き、なんでここに。ヒーローだからさ。存じ上げませんが、そこのご老人、俺に任せておけ。老いぼれ扱いとは偉くなったな、トドロキ。さて、ガチ戦闘は何年ぶりかな。レディークラッシュ、腰抜けめ、撃った。すっごい広範囲で、よっと見えてる、真上に押しを急ピッチで覚悟しろ、かっこいいよ。真上に押しをスプラッ、広範囲で覚悟しろ、ずらっ、覚悟しろ、かっこいいよ。一だけか、反応できるか。加減はせんぞ。おとなしくしといた方が身のためだぜ。ずらっ、久々だと加減がな。ウィー、時代は熱々よ。アメージング、道路割っちまった。久々だと加減がな。ちっ、なんだ、やるじゃないか、ゴロジ。ショートのやつ、ご老人は今から言うアドレスへ向かってくれ。そこにうちのショートがいるはずだ。この場はこのエンデバー一人で事足りる。この場で起きている騒ぎはトドロキに任せ、俺はトドロキの言う地点へ応援に行くことにした。ホス事件から数日後、僕はオールマイトに呼び出された。伝えられたのはワン・フォー・オールの原点とその役目について。それは他者から個性を奪い、そしてそれを他者に与える個性、オール・フォー・ワンからワン・フォー・オールが生まれたこと。世を思うままとし、悪の支配者として君臨したオール・フォー・ワンが今も存在し、そして代々ワン・フォー・オール継承者が彼と戦ってきたこと。5年前の戦いで私の代でついに奴を討ち取ったはずだったのだが、奴は生き延び、ヴィラン連合のブレーンとして再び動き出している。ワン・フォー・オールはいわばオール・フォー・ワンを倒すため受け継がれた力。君はいつか奴と巨悪と対決しなければならないかもしれん。酷な話になるが、オールマイトの頼み、何が何でも応えます。あなたがいてくれれば僕は何でもできる、できそうな感じですから。言うんだ、オールマイトよ。言わねば。違うんだよ、緑谷少年。私は多分その頃にはもう君のそばにはいられないんだよ。ありがとう。彼は決意を固めていってくれた。
頑張りますと。私と一緒なら僕は何でもできると。彼の信念を、成長を感じ嬉しかった。でもだから言うことはできなかった。お、職場体験も終わり、通常授業の日々が戻ってきた。そんなある日のヒーロー基礎学、レッツストーリー。職場体験も終わり、うちらの学校生活はいつもの光景に戻っていた。そんなある日のこと、今日のヒーロー基礎学では対人戦闘訓練を行うらしい。その内容は3人1組で戦うというもの。チームはくじで決めるらしい。うちは B チーム、つゆちゃん、やおももと組むことになった。見事に女子が揃ったな。それで相手は、ジロ、俺らお前らとだ。負けねえからな。霧島、うららか、頼むな。任された。ジャミングウェイになんて負けないっての。つゆちゃん、ヤマモ、お願い。はい。よい、勝負をしましょう。ひひ、わってるよ。レディー、ベリー、来ませんわ。突撃、相乗、一発、あのお粗末です。来ませんわ。カバー、アップ、できます。連続で続け、やりよ。カバー、お粗末です。カバー、この距離なら切り抜ける。連続で来ませんわ。まだ終われねえ。流れろ。でしたら、さっ、相乗、はい、まだいける。相乗、何のかれ、どっぽれ、せっ、で、来ませんわ。相乗、まだ終われねえ。来ませんわ。カバー、この距離なら一手に。何がしてんだ。で、来ませんわ。まだ飛び道具で応援を、広がれ、応援を捕まえる。続く、犬くん、犬くん、連続で来ませんわ。電気の対策は万全です。音なら硬かろうが浮いてようが関係ないからね。二人ともサポートありがとね。さすがよ、京香ちゃん。次郎さん、私は何も。くそ、負けだ。二人とも進まれ。直、八尾桃とテスト勉強していたうちたちは休憩がてら演習試験に向け組手をすることに。レッツストーリー。期末テストも近づいてきたある日、俺は学校で爆豪にテスト勉強を教えてもらっていたが、文字通り教え殺されそうになっていた。だから、ここはこの公式使うって言ってんだろ。殺すぞクソが。わかったって、ちょっと勘違いしてただけだ。おっす、やってんな、お二人さん。そうだ、
今から八百桃たちと演習試験の対策すんだ。一緒にやらね。ええ、演習試験の対策だ。ロボはさすがの八百桃でも作れないけどさ、組手ならできっかなって。爆豪、戦闘の稽古つけてくれよ。面白そうだな。考えてばっかで疲れたしよ。おい爆豪、行ってみようぜ。すげえ、雷、あんたなんてやつ呼んで。よー耳女、ポニーテール、恨むんならアホ面を恨め。俺が教え殺したるわ。半端な結果はいらねえ。テンション上げていくよ。レディークラッシュ。この作戦なら人間野郎が叩き切るぞ。イヤホン打撃で打撃で叩き切るぞ。広がれ、打撃で、たぎる、痛ただくん、核実験、福島君だ、叩き切るぞ。いっけ、イヤホン、打撃で、やったじゃ、動いてんじゃねえ、広がれ、人権やろ、打撃で、叩き切るぞ。うよ、はじくっ、しまくんだ、やったじゃ、あぎれ、やった、破壊する、動いてんじゃねえ、破壊する、やったてめえ、やったじゃ、聞いた、こんなんで誘ってんのか、じゃねえ、よきっつ、しんどけ、うぜぇ、一発だ、うちの負け、ウィーン、没個性どもが、そんな、でも足も出ないなんて、やっぱり私演習はからっきし。そんなしょげんなって、青よろず、相性とかもあるだろう。立てクソども、まだ教え終わってねえぞ。どうすんだよこれ、アホ面、覚えてろよ。八百桃とテスト勉強していたうち。